こんにちは、サガンです。今週、ついに登録者数が5000人に達しました。本当に皆様方、お一人お一人のおかげで、ここまで来ることができました。3年余りで5000人達成というのは、かなりゆっくりなペースと言えるかもしれませんが、私としては感無量です。皆様に感謝とともに、自分自身に対してもよく頑張ってきたなと実感しているところです。今日は記念のこの動画で自分の今までの動画を振り返りながら、今後の動画の方向性を考えてみたいと思います。私の動画の中で一番の功労者を挙げるとしたら、やはりこの動画です。公務員の年金。以前の動画でもご紹介しましたが、初投稿以来、視聴回数がほとんど伸びずに、よくて2桁という状況が続いていた私の動画の中で、初めてこの動画が突然伸び出したんです。伸び出したといっても、100回くらいに伸びたんですね。視聴回数が100回に達した時は、驚きとともに感動でした。私の動画が100回超えた?みたいな感じで、正直言って今回の登録者5000人達成以上の感激でした。この動画は後に視聴回数4万を超える動画に成長するわけですが、作っている時はどうせこれまでの動画と同じで見る人は私以外はいないだろうという思いから、適当と言ったらなんですけども、自分の思ったことを言い散らかした動画で間違いや勘違いも多く、後に視聴者様から指摘を受けたりお叱りを受けたりすることになりました。自分の言ったこんな動画に第三者の意見が真面目につくんだということを初めて経験し、意見を発するなら間違ったことは言ってはいけないと、これ以降襟を正して発信するようになりました。2番目は定年退職者の家計簿2021年4月という動画です。初投稿以来1年が過ぎようとしていましたが、公務員の年金以来大したヒットもありませんでしたが、視聴回数が安定的に3桁を維持できるようになっていました。視聴回数が2桁という時期が長かった私から見れば、安定的に3桁を出せる状況は大満足でした。で、そんな時にこの動画が急成長し始めたんです。それも見たことのないような急激な伸びです。1時間経つと1万増えてるみたいな、数時間経つともう10万超えてるみたいな、そんな伸び方でした。実は私はこの動画を作る前に、池早さんという YouTuber のアドバイス動画を見ていました。池早さんという方は数年前から、アドバイス系というのか、いろいろアドバイスをする人気 YouTuber として、その地位を確立していた人ですが、2年前に突如 YouTube をやめますと言って、それ以後姿を消した人です。彼は去る前に YouTube の現状と今後のような動画を上げていました。そこで彼は今まで YouTube 界でヒットしてきた傾向を述べ、これらは自分たちの世代でやり尽くした感がある。これから先同じようなテーマで動画を出しても自分たち世代が成功したほどは伸びないだろう。だから自分は YouTube から撤退するというような見解でした。で、彼が唯一やってこなかったテーマは高齢者という分野だと。なぜなら自分はまだ高齢者ではないので老後について語る内容を持っていないからと言っていました。しかし今後は高齢者について関心が高まっていくのではないかというような示唆がありました。で、それを見た私は、じゃあ私は高齢者真っ只中なんだから、高齢者の生活や不安について語る内容は存分に持ち合わせているではないかという思いからこの動画を作ったわけです。だからヒットしたのかどうかは分かりませんが、
それまで思いつきでいろんな内容の動画を上げていた私が、高齢者のリアルな経済、生活という面に方向を定めたのも、この動画がきっかけとなりました。なお、この動画のヒットを契機に登録者数が1000人を突破して、収益化が達成できました。自分の動画に初めて広告がついた時の高揚感は忘れられません。自分の動画に楽天 CM 米倉涼子が出てると CM を最後まで見入ってしまいました。3番目は左岸家の年末年始という動画です。一昨年の年末、主人と一泊の旅行に出かけました。そのこと自体は何でもないことだったのですが、結果としてこの旅行が主人と過ごした最後の日々となってしまったということで、強い思いが残る動画です。最後の旅行となることも知らずに、旅行の帰りに私は主人と喧嘩をしてしまったのです。旅行から帰って正月早々、ろくに口も聞かずに過ごした正月の2日間。そして主人は帰宅して、それから間もなく事故に遭い、もう意思疎通ができない人になってしまいました。この旅行が楽しく終わっていたら、こんなにも主人を思い出すことはなかったかもしれません。なんであんなにつまらないことで喧嘩をしてしまったんだろう。この動画を見るたびに悔やまれて仕方がありません。はい、4番目ですが、前言に反して私はやっぱりこういう種類の動画も上げていきたいなというものがあります。それは歴史的な小ネタのような動画です。例えばハプスブルク家のティアラその後という動画がありますが、ここではマリー・アントワネットや皇后エリザベートなどでも有名なヨーロッパの名門ハプスブルク家にまつわる小ネタを扱っています。このハプスブルク家がナチスドイツの侵攻によって滅びる直前、当時のハプスブルク家の末娘マリー公女の結婚が華やかに執り行われました。彼女の母であるエリザベート皇后は娘の結婚祝いにダイヤや真珠を散りばめた華やかなティアラを贈りました。幸せ絶頂であった皇女の頭を飾ったティアラは、間もなく皇帝一家に次々と襲いかかる悲劇、そしてハプスブルク家滅亡へと続く間に消失し、しばらく消息不明でしたが、紆余曲折してある博物館の所蔵になっていたわけです。それが最近になって日本の歌舞伎俳優の結婚式で姿を現します。その歌舞伎俳優とは誰か、そんなことが語られています。歴史的こぼれ話のような話が好きなので、もっと動画に上げたいところですが、これは主テーマである高齢者のリアルな生活とは関係ない話題になるので、あまり視聴回数が伸びません。類似動画としてラスプーチンの呪いとか与謝野鉄幹、与謝野晶子の三角関係などいくつかありますが、やはり視聴回数は伸びませんが、視聴回数に関わらず、たまにはこんな動画も挿入していけたらなと思っているところです。5番目はやはり高齢者のテーマに戻ります。主人が植物状態となり、病院、入院先、その後の介護施設など退院後の行き先を検討する中で、有料老人ホームや特養など様々な施設を見て回りました。その中のいくつかは動画に上げたものもありますが、そうこうするうちに主人が亡くなってしまったわけですよね。もうライフワークのようにいろんな施設を訪問し、市役所で資料を集め、高齢者の最後、身の置き所を見てきたのに、主人の死とともにほうけたように関心が薄れ、動画も上げなくなってしまいました。
まあ、高齢者の最期に関しては今度は自分のこととして身近に考えていかなくてはいけないテーマになりつつあります。自分の終末を含めて今後はこのテーマを深めていこうかなと思っているところです。もちろん不安や喪失など暗い話ばかりではなく、高齢者だって夢を見るさ、そんな話題も膨らめていきたいところです。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。登録者数5000人を記念して、思い入れのある動画や今後の方向性について考えてみた動画でした。いや、本当にいつもありがとうございます。サガンでした。